これは私が高校生の時の話。私は改まった様子の両親に呼び出された。話って何？今まであなたを可愛いと言って育ててきたけど、実はブサイクなの。だからしっかり勉強していい大学に行きなさい。その格好もやばいわよ。これでもかなり理不尽だと思うが。何よ。ふと父の座る方へ目をやると、無言でうなずいていた。なんか言えよ。コロとかないわけ。お前に似たんだろうが。